私は清水静香、大学1年生なんだけど。清水、土曜日って空いてる？うん、空いてるけど。ならちょっと付き合ってくれない？一緒に行ってほしいところがあるんだ。一緒に行ってほしいところ？まあ別に変な場所じゃないよ。隣市の大きなショッピングモール。何か買い物？うん、あと食事とかそんな感じ。ああ、あれ、これってデートのお誘い？わかった、何時にどこで待ち合わせる？ありがとう。じゃあ11時に猫岡駅でいい？そこからバスで行こう。うん。私は同じ学科の高野くんのことがずっと気になっていた。高野くんは私によく話しかけてくれるし、気遣ってくれる優しい人だったから、デートに誘われたと思った私は舞い上がっていた。高野くん、お待たせ。ごめんね、ちょっと遅くなっちゃった。平気平気、待ち合わせ時間通りだよ。なんか今日の清水かわいいね。ちょっとドキドキするわ。やばい、これは本当に。今日私は高野くんに告白されるのかもしれない。それから私は高野くんと一緒にショッピングモールでウィンドウショッピングをしてランチをした。自分で言うのもなんだけど、いい雰囲気だったと思う。あ、かわいい。清水ってこういうの好きなの？うん。そちらの商品は中にアロマキャンドルを入れられるんです。わあ、素敵ですね。うん、これください。え、高野くん、これプレゼント。え、いいの？うん、あの清水、俺清水のことが好きだ。あ、私もってことで。うん、まあこんなもんかな。え、なあ清水、今のどうだった？てか今日の俺どうだった？え、実は来週ずっと好きだった恵美ちゃんとデートなんだ。それで今日は清水で練習させてもらったんだけど、こんなデートなら恵美ちゃんも喜んでくれるかな。デートの練習？恵美ちゃんって別の科の子だよね。そっか、そういうことか。うん、いいんじゃないかな。いいデートだと思うよ。やっぱ今日は練習付き合ってくれてありがとう。それは今日のお礼だから。ありがとう。私はバカだった。高野くんは私が好きでデートに誘ってくれたんだと勝手に思っていた。高野くんは私のことなんて話しやすい女友達程度にしか思っていなかったんだろうに。自分がバカすぎて嫌になる。高野くんもデートの練習台になってほしいなら最初にそう言ってくれればいいのに。大丈夫ですか？今日ショッピングモールの雑貨屋に来てくれましたよね。俺あそこの店員です。その様子からしてデートの練習台にされてたことはあの時に初めて知ったのかな。見てました。いや、お店の前で話してたんですから見てて当然ですよね。最低だよなあいつ。いえ、私が勝手に勘違いしてたんです。向こうは最初から私とデートしたいなんて一言も言ってなくて。相手の合意なく勝手にデートの練習台にするなんて失礼なことだから、君は怒っていいんだよ。私は怒っていいんだよと言ってもらえたのが嬉しくて大泣きしてしまった。店員さんは近くに住んでいる人だったようで、そんな私を家まで送ってくれた。そして翌日、私は昨日の別れ際にいただいた連絡先に電話をかけて会ってお礼をしたいと話した。昨日はありがとうございました。実は昨日お店の前でプレゼントを渡された後、君がどうしたか気になっていたんだ。だから公園で見つけた時は驚いたよ。私もまさか店員さんが近くに住んでいる人だと思わなくて驚きました。
アキラでいいよ、店員さんじゃなくて。じゃあアキラさんって呼ばせてもらいますね。風邪ひかなかったみたいでよかった。俺はいいから、気晴らしに遊ばない？え、昨日会ったことを忘れるくらい楽しいことしようよ。よく知らない人と二人で出かけるのは怖いけど、アキラさんとならいいかも。よろしくお願いします。私はアキラさんに誘われるままに遊びに行った。ウィー、ナイススイング。はあ、カエルの歌で90点。もう俺の脳内からしずかちゃんのカエルの歌が消えない。助けてください。アキラさんってもっとクールで大人な人に見えてましたけど、意外とテンション高いですね。ああ、いつもはこんなテンション上がらないタイプなんだけど、なんでだろうね。知らないですよ。かくいう私もいつになくテンション上がっちゃった。一緒にいるのがアキラさんだからなのかな。ねえ、昨日の猫の置物って使ってる？あ、すみません、見るのも辛いのでしまってあります。すごく好きなデザインなので残念ですけど、思い出しちゃうので。そっか。しずかちゃん、来週の土曜日空いてる？空いてますけど。俺の働いている雑貨屋、バイトが足りなくて困ってるんだ。土曜だけでいいから手伝ってもらえない？アキラさんと一緒にいられるチャンス、私でよければ。ありがとう、助かる。アキラさんと遊ぶ時間があまりに楽しかったので、高野くんにデートの練習台にされたショックは忘れられそうだった。アキラさんには感謝しかない。そして次の土曜日、私はアキラさんの働く雑貨屋さんに向かった。今日はよろしくお願いします。ええ、よろしくね。レジ打ちの仕方を教えるね。はい。バイトって楽しいな。店長さんもアキラさんもいい人だし、このままこのお店でバイトを続けたいかも。あ、こんなところにおしゃれな雑貨屋があるよ。ほんとだ。高野くん、隠れなきゃ。そっか、今日は高野くんのデート本番の日。練習でここの店に来たから本番もこの店に来たんだ。この猫の置物かわいいな。何に使うんだろう、知ってる？ええ、俺もわからないな。嘘、知ってるくせに。すみません、これって何に使うんですか？ああ、それはお連れ様にお聞きしたらいかがでしょうか。え、先週お連れ様がご来店した時にそちらの商品のご説明をしましたので。あれ、知らないんじゃないの？先週来たの？ぎくなあ、この店感じ悪いから別のところ行こう。ちょっと、感じ悪いとかひどくない？だって勝手に客の情報喋る店はろくな店じゃないって。何？先週この店に来たこと私にバラされたくなかったってこと？何か後ろめたいことでもしてたの？そうじゃないけど。この猫の置物を誰かにプレゼントしたとか？え？もしかして私と今日デートする前に誰かと下見デートしてた？してないよ、本当に。ふーん、してないんだ。あ、そっか、先週してたのはデートの下見じゃなくてデートの練習だったんだっけ？なんでそれを？お前が言ったのか？普通のお客さんだったらこんなこと絶対にしないんだけどさ、あんないい女泣かせるような男がうちの妹とデートしようとしてたら黙っていらんないよな。あ、妹！お兄ちゃんに全部聞いたから。あんたが先週ここで何してたか、デートの練習台にされた子の気持ち考えたことないでしょ？そういう人の気持ちを踏みにじるような男、願い下げだから。そんなこれは一体どういうこと？アキラさんとエミさんにコテンパンに言われ、高野くんはフラフラと一人で帰っていった。終わったけど大丈夫？あ、もしかして今日こうなるのを予測して私をここのバイトに誘ったんですか？うん、
静香ちゃんめちゃくちゃいい子なのに、ふざけたことして傷つけたあいつが許せなくて。アキラさん。よっす、お兄ちゃん、情報提供ありがとう。あ、アキラさん、高野くんの本命が妹さんだって知ってたんですか？一緒に遊んだ日、うちの妹と静香ちゃんの大学が同じだって気づいて、あいつがエミって名前を口にしてたのを聞いたし、まさかと思って確認したらビンゴだったんだよな。あなたが静香ちゃんだね。本当に先週はひどい目にあったね。あのエミさんは今日高野くんのことを全部知っていてデートをしてたんですか？うん、あいつがクズだって知ってるし、最初からデートしない手もあったんだけど、人の心を踏みにじった練習の成果がいかほどのものか見せてもらおうと思ってさ。でも全然大したことなかったよ。あきらさんとエミさんのおかげで私の心がスーッと軽くなるのを感じた。あきらさんもエミさんもいい人だな。今日はすごくすっきりした気分。バイトお疲れ様。お疲れ様でした。楽しかったです。あのさ、これは今日手伝ってくれた個人的なお礼。例の猫の置物なんだけど、別デザインのやつ。え？俺からのプレゼントだったら使えないかな？大事に使います。よかった。それで、あの、今度また遊びに行かない？はい、ぜひ。いや、待って、やっぱりデートしない？はい。それから私はアキラさんの妹のエミさんといい友達になれて、高野くんは大学で私たちを見かけるとそそくさと逃げるようになった。そしてその後も私はその雑貨屋さんでバイトを続けさせてもらっていて、バイト終わりやバイトがお休みの日はアキラさんとデートをしている。好きな人にデートの練習台にされた時は絶望しそうだったけど、今は幸せしかありません。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。